亀谷体育大学助教授児玉光雄、世は空前の能力ブーム、その中で自ら名付けた右脳 IQ という概念を用いた著書を数多く出版、能力開発のカリスマトレーナー、さらにイチローや松井、タイガー・ウッズなど天才たちを分析研究し、国民の眠れる右脳の力を呼び覚ます。右脳を鍛えるの？どうしてこの右脳を勉強されるといいますのですね、日本の教育システムはですね、はい、やっぱり左脳ばっかりをこう鍛えるね、そういうシステムなんですよ。左脳っていうのは何を、例えば受験勉強なんかみんなこれ記憶ですよね、はい、記憶を司るのが左脳、まあ左脳っていうか、まあ、言語を介してこういろいろ考えるのが左脳ですよね。言語、それでまあ非言語の部分で考えるのがこの右脳っていう。非言語だ、こういうやつですよ、まあ、つまりこう画像が一番分かりやすいですよね。例えばそのスポーツ天才学っていうのがあるんですけれども、まあ、大体スポーツにおけるタイガー・ウッズであるとかイチロー選手であるとか、サッカーの中田選手、この辺はもう典型的な右脳タイプでしょうね。右脳タイプ、はい、張本はまあやっぱり右脳タイプだと思いますけどねなんで今張本を聞いたピカソも右脳、そうですよね、はい、芸術家もそうですし、音楽家もそうですし、アインシュタインは、アインシュタインはもちろん右脳タイプ、ね、右脳、はい、あんな数字で計算しても右脳、まあ数字は後からついたわけです。あ、ファッとひらめいてそれをいかにこう数式にするかっていうことが難しかったっ、だから数学が、小泉さんはどっちだと、小泉さんもやっぱりどっちかというと右脳タイプだと思うんですね。右脳、はい、だから先を読む力がある人っていうのは右脳タイプですよね。うーん、あはあ、なるほどねなんでちょっと入ったんだよ。そこで今日は現代を生きるのに必要な能力、右脳 IQ が我々にあるかチェックしていきたいと思います。テレビの前の皆さんもですね、これ一緒にやっていただきたいと思います、はい、それではいきましょう。題して右脳 IQ チェック右脳 IQ とは、児玉先生が考えた現代人が普段使わない右脳を鍛える問題。瞬発力が重要なので制限時間があります。正解数で右脳レベルを判定。それでは早速挑戦してみましょう。最初の問題の制限時間はたった10秒です。10秒いいですか、どうぞ。あ、これ見る。4つの中で、他と特徴が異なる組み合わせはどれでしょう。 ABCD の4つの中で、はい、10秒です。はい、ちょっと待って。はい、ストップです。あー、ちょっと早いよ。はい、それじゃあ答えは、はい、はいはい、いいです、はい、出してください。はい、はい、じゃあ太田さん、他のはグーパーだったんですよ、うんうん、で D はグーチョキだったんです、うん、だからグーパーで、グーが負けてったんですよね、他のは、うん、だけど唯一グーが勝ったのが D です。なるほど、はい、はい、じゃあ田中さん、うん、右手が、うん、勝ってるのが唯一みたいな、うんうんうん、なんか逆かもしれない、なんか C だけが右手が勝ってたのかな、なんかそういう、はい、当てずっぽ、当てずっぽですか何が違うの、はい、こう全部一緒に見えた。じゃあ回答は、あー、 C です。やった C だよ、まあ、D って感じ C、なんでこれ、あ、俺 CCC、 左手が勝ってる、左と右の手を比べると C だけはグーとかパーとか関係ないと思うでしょ。後のやつは全部こっちが勝ってるってことでしょ。そうそうそう、右が勝ってる、右が勝ってる、右が勝ってる、左が勝ってるっていうことでしょ。そういうことです、うん、それが正解です。そうですよね、はい何にも無視か、なんか夫婦がありますかね。なんかな、もやっと大嫌いっつったよお前よじゃあ第2問ですね、はい、今度の制限時間は15秒間です。15秒、あ、ちょっと増えた、はい。この立方体の中で一本線を付け足して箱の上面の蓋を開けてください。箱の上面、一番上を開けてください。これ、このまずこれを開けなきゃいけないわけね。ああ、分かった分かった。はい、それじゃあ全員見せてください。はい、じゃあ真鍋さんから今回は説明してください。ここが屋根がない、でそこに足したわけです、ね、屋根がない状態 にしたわけですね、はい、
これ同じでしょ、かおりちゃんと、はい、ダメだよ、点々の時点で、いやだから強調してこれを足しました、うん、違う違う違う、これじゃダメですって、点々じゃダメ、先生が判断すか、お前は何これ、じゃあもうあの太田さん行きましょう、これ何ですか、はい、僕はここに棒が突き刺さってるってことは、うん、この上が開いてるってことだって上あんのに破って突き刺してるかもしれない、これだ、いやいやないよ、破ってたらここにギザギザがそういうことでしょ、正解はこういうことですね、あー、かおりちゃんだ、じゃあ真鍋さんと田中さんが正解ですね、だからお前は一緒だ、厳密にはダメでしょ、いや大丈夫ですよ、もうあの分かってるから、分かってやってんだから、それは、はい、なんだ通じてんのケアレスミスだお前だろ、ケアレスミス、じゃあどんどん難しくなります、いいですか、もうこれ以上難しくなるんですか、今度は、40秒差し上げましょう、40秒、直角2等辺三角形4つと五角形2つを組み合わせて十字架を作ってください、十字架、はい、十字架にしてください、余らせてはダメです、全部使ってください、いいですか、どういうことこれ、だから先に十字架を書いていただいても結構です、あ、そういうことね、絵として難しいな、これな、はい、じゃあ出してみてください、はい、じゃあ真鍋さんから説明してください、はい、この冠みたいなのがこうここに対になってて、あと4つ三角形があります、はい、なるほど、うん、はい、同じ、なるほど、これとね、はい、じゃあ太田さん、僕はだからこの、はい、この形ありましたね、この形が2つありましたんで、これを上下にやったんですね、はいはい、でそこに三角を入れました、あと、はい、の長方形は、え、長方形じゃないですよ、あとの ここに三角入りましてるよね、ここに三角入りましてるよね、入りでここに三角入りましてる、入りましてるじゃん多すぎねえか、大体三角増えた、増えてないよ、三角いくつ、1、2、3、4、5個、5個はなかった、三角4つですよ、4つです、あ、じゃああと1個はどっかから、どっかから、新しいけどそっちの方が、はい、じゃあ正解はこれですねあ、やっぱりあの真鍋さんと田中さんが正解、やったこれ右脳ですか、もう右脳ですよね、頭の中でこういう図形をくるくる動かして、それで算数じゃないするってことですね、いやこれが右脳、左脳だよこれ、これが右脳なんです、算数は右脳だから、幾何学は右脳なんです、算数は、まあ、算数っていうか数字を使う場合は左脳がある程度関与してますけども、うん、これはもう全く右脳の問題ですね、右脳、頭の中でこういうですね三角形と五角形をこう動かしていける、そういう能力ですね、神田右脳、くだらねえよさあ最後の問題、はい、はい、逆転チャンスありますか、これクイズ番組じゃない、もしもね正解したら1万点、逆転、そう、2人ができなくて、よしよし、よーし、それはすごいかもしれないね、3人の男性がどこは男性、深い谷になっている3つの絶壁に立っています、でそれぞれの距離は5メートル、3人のそばには長さ4メートルの頑丈な材木が1本ずつ置いてあります、はい、3人が協力してそれぞれの絶壁を自由に行き来できるようにするにはどうすればいいでしょうか、5メートルに4メートルの材木しかないの、そう、届かないってことですよね、黙ってやってください、はい、難しい、はい、タイムアップです、いやちょっと、はい、短すぎるような、これ難しいわ、これ本当難しい、じゃあ、はい、真鍋さんから、はい、はい、こんな感じです、ちょっと説明してください、地面があったらこう上にテントみたいに三角形にこうして、それじゃあ届かないですよね、え、5メーターで4メーターですから、材木の長さが4メーター、上にこれ届かない、合わせたら届かない、ちょっと届かない、でもいい線いってますね、届きますよ、はい、これ届かないの、おこれ、おだからここ、なるほどなるほど、うん、なるほど、はい、4メーター、はい、これ届きますよね、はいはいはい、こういうこと、なるほど、じゃあ太田さんお願いします、僕はにはい、これが3つの崖ですね、はい、で、棒が
4メーター、うん、はい、この間は5メーターですね、はい、この間も5メーター、はい、この間も5メーターで棒は4メーターですね、はい、崖の高さは何メーターとは言ってなかった、言ってないです、はい、つまり棒の4メーターの棒で1回降りるんです降りるの、ね、うん、だからおそらく3メーターぐらいの高さの崖だと私は仮定します。なるほど。で4メーターの棒で1回降りて、その棒をこっちに立てかけて、その4メーターの棒で上がっていくんです。でまたこっちへ4メーターで降りて、4メーターで上がる、4メーターで降りて、4メーターで上げる。そうすればまあ多少手間にはなりますが、まあね、自由に行き来はできますよ。まあでも深さ4メーターの崖っていうのは考えられないですよね。ただそれは出題に書いてないから。いや、まあ書いてないですけど、そちらの落ち度ですじゃあ正解をお教えしましょう。はい、じゃあ田中さん正解です、ね、やったー、すげー。あれなんでこんなことができるの。何これ。これだってだからこういうふうに重ね合わせれば、上から踏めば踏むほどガチッと固まるってことですね。噛み合うってこと、はい、絶対落ちるよ ね、 ね、やってみりゃいいんだ。じゃあだから実際に お家で やってみられて、うちに3つの崖なんかありますか。崖じゃなしに。ということで、かおりちゃんが2問正解、田中さんはパーフェクト、太田さんはゼロ。さてみんなの脳レベルは、自分が どのレベルになるかってことですね。田中さん天才レベルですよ。天才一郎レベルですか。いやもうびっくりしましたよ。一郎レベル、はあ、これからの時代に必要とされる人材。いわゆる右脳に関して言えばですね、真鍋さんは平均レベルですね、はい、まあ普通かなと。だからもうちょっと頑張ってやっていただければ、器用貧乏になる、秀才とか繊細レベルに上がっていけるということですね、うん、これやっぱ右脳鍛えた方がいいんですか、普通よりも。いやそうです、ね、だから発想力とかそういうのをつけたかったら、もうどんどんですねこういう問題をやると、うん、なるほど。で大津さんゼロ問正解ですよね。相当右脳が機能低下してるっていうところがあるんですけれども、だけどね先生ね、こういう試験やると必ず田中はいい成績を取るんですよ、ね、僕はね思うんだけど、右脳ってのは想像力のね、はいはい、ものですよね、うん、僕らの仕事を見ていていただければそれが証拠になると思いますけども、こいつが俺より右脳が勝ってるねはずは絶対にあります。それは僕らが証明してますから、仕事で。でも田中さんのツッコミはもうねツッコミはその先生タイミングがすごいおっしゃいますが、田中のツッコミも全部僕が考えて僕の指示のもとにやってるんです。そりゃ過去の栄光をね語るのはなんですけど、NHK の新人演芸大賞だって取りました。僕はその時は時代の若手の中の長寿だって言われたことすらありますよ。そのネタは全て僕は考えたんです。この男一体今まで何をやったっていうんですか。新郎さん先生に言ったらしょうがねえだろう。いやだからこれはもう例外ということで、また非常に面白い文献に残るかも分かりませんね。そうです、はい、本当の例外でもう面倒くさくなっちゃった先生相手してらんないんだって。もう右脳力が低下している太田さんに先生が追試。先生の出した問題は発想力テスト。例えばクリップのクリップ以外の使い方を限られた時間内にどれだけ上げられるかという問題です。それではテーマを変えて太田さん挑戦してみましょう。何ですかテーマは。コースターの本来の使い方以外にコースターを使ってできるもん同じように考えてみてください。じゃあ30秒与えます。コースターってあの引っ越す。そうですそうです。はい、用意スタート。30秒間です。できるだけ早く、もうどんどん奇想天外なもんでも結構ですよ。はい、タイムアップ。ああ早い。3つしか書けない。見せてください。はい、あーちょっと納得いかないんだよな。まだありそうな気がするんだけど、チンコかっ最初に思いつくのチンコ隠しか。カッパみたいなことだ。これね、よくこうやってね、はっ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 のやつね。そうそう、これはジェットコースター。いやそれコースターだけども、ジェットコースターってダジャレじゃねえかよこれはよ。ああしたらコースターお前さ
お前さ、こうチンコ隠しだけなら言ってみりゃ。コースターを使ってたからフリスビーだ、そういうやつだよ。フリスビーとか金魚すくいとか。やっぱり太田さんは佐野が結構勝ってますね、うん、佐野派というか、こうジェットコースターとかですね、うん、そういう文字をこうなんか頭の中で描いて、うん、そうか、ね、そういうコースターっていうのは、コースターっていう文字でなんか考えようと、ひねろうと、ね、言動なんかはどっちかというと右脳タイプなんですけど ね、頭の中とちょっと口とはまた違うと思う。頭の中意外と理論派だったりするんですかね、うん、そうですね。あ、でもそこの一面もあるよね、うん、あー、理詰めですからね、僕は理数系ですから。理数系じゃねえだろ、算数苦手だろ。芝浦工大出身ですから。嘘じゃねえか、芝浦工大じゃねえだろ。これって訓練すると右脳が鍛えられるってことというか、発想力ですよね。だからアイデアを例えば出したいような人はこういうトレーニングをしてるわけですよね、うん、今日はいろいろテストをね、はい、やったんで、うん、やっぱりそういう機会を日常生活の中で10分でもいいから、うん、ああいう問題を解いていただくっていうのは一つ大事ですよね、うん、それとやっぱりその何ですかね、体を動かすっていうのはすごく大事なんですよ。体を動かす、つまり体を動かすと、うん、その時には右脳は活性化してるっていうことですよね、うん、だからこう引きこもってじーっとこうやってるとですね、どん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 その右脳が衰えていく。頭と体と違うっていうけど、例えば僕らが番組でやってる時に話すじゃないですか、なんかじゃあ面白い話をしようって言った時に、こうやって座って話してる時と立って身振り手振りで話してる時とだと臨場感が全然違うし、客の受けも全然違うんだよね。だから体を動かすって結構大事ですよね。そうですよね、うん、だから日頃から工夫して、あ、これは右脳に効きそうだなということをどんどん持続して鍛えていけば、うん、どんどん皆さんも成長していけると思います。なるほどね。かわいい下ネタ、じゃあ早速今週の佳作から。岩手県ウーロンさんの作品。また地震？と思って外へ出てみれば2階の住人震源地。おお、激しい、うん、激しい。2階の住人は、これはなんか、はい、伊藤園に送りたくなるよ。いや伊藤園乗せてくんないこれ。かおりちゃん、こういう経験ありますか？震源地ですか、うん、震源地はあんまりないですけどね、うん、マンションで変な声が聞こえてきたことはあります。あ、ありますか、はい、それはやっぱりあのコップを壁につけてこうやって出てしたの。こう、あのドアの前だったので、うん、玄関の、うん、一応ドアに耳はこうやってやってみたやってみた、やったんだ、はいはい、ドアの玄関の前、いや、あの他の人家に帰ろうとしたら他の人の玄関の前から、こう人家の玄関の前を通ったら中から門の外からってこと。いや、あのマンションの、マンションの廊下あるじゃないですか、廊下が玄関が並んでる、玄関のドアが面してますよね、マンションの廊下ってここドアありますよね、分かってください、自分ちここですよね。続いて二谷明雄さんの作品。つかの間の彼氏のいない部屋の中、さしずめ私はマルサの女。これ女の目線でね、女心ですねこれね、うん、やっぱりこういうの、こういう状況っていうのは気になります、マルさんの。そうです、だからあの彼氏がいないね部屋の中、うん、彼氏はどっか行ってる、出かけてるんですよ、うん、その間に大捜査、調べてるっていうことか、なんか他の女の子がどうなのかってね、うん、あ、そりゃ嫌だね、それも嫌でしょうけどね。嫌ですよ。カルちゃんどう、そういうメールとか相手のチェックしたりする？絶対見ないです。絶対見ない、絶対見ない、うん、もう逆にそれはもし見て傷つくのが嫌だとかっていうこと、自分がされたら、うん、あ、嫌だから、自分がされたら嫌だから、はい、自分はなんかやましいメールとかあるわけ、あの時期によってはあるかもしれない時期によっては正直もらえない、あることもあるかもしれない、あることもある。使い方、知った時には我責め。あれ、あ、当たる。今週の漢字短歌。漢字短歌とは、香織先生が最も素晴らしいと感じた作品。使い方、知った時には我責め。新婚さんのイエスの枕。うーん、なるほどね。イエスの枕ね。そう、はい、18歳の子ですから、はい、新婚さんいらっしゃるんですか。はいはい、そうですね。あれとかは多分知らないと思うんですよ、うん、あ、俺もあんま知らないんだよね、新婚さんいらっしゃるって。
だあのイエスノーマクラスなんどういうことなの。あ、やっぱ知らないんだ。じゃあ今からこう知ってどういうリアクションをするか、あちょっとあの言いたいと思います、うん、だからイエスノーマクラっていうあれですよね。こう枕があったらこっち側にイエスって書いてるんですよ、うん、でこっちが裏返すところにノーって書いてあるんですよ、うん、だからこう新婚さんの夜寝るベッドで、うん、あの奥さんとかがこのイエスにしてる時は今日はあれですよでこうノーにすると今日はごめんねじゃあイエスの枕というものなんです。怖誠さんの作品は香織先生が色紙に書いて永久保存します。